配ってあげたら、って言っても誰も動けへんな。そうやねん。見る、見る、見る。いや、だからみんなになんか多いから配ってあげたら。ちょ、俺がここにしか、あ、これあるわ。ここ、これにティーがあんねんけど。あ、いける？なんか適当にドリンク買って、あのお菓子とか置いて置いといてあげたら、まだ1時間ぐらいあるから。どうぞ。はい。はい。いや、着なくてもいいよ。かまないかも。全然ジャンパー着る義務はないので、はい、あのバラバラに再生されるんで、はい、もうちょっとこっちの方がいいかな。はい、はい、行きましょう。政治家女子 48 党へようこそということで、覚えてるわ。覚えてますか？初めて会ったけど、はい、高野愛さん。そうです、そうです。なかなかこれ人の名前覚えないけどね。覚えてるわ。覚えやすい名前でよかった。どこでした場所？中野区です。中野区、はい、なんかあの体重を上限させるのが得意。あ、そうです。はい、なんかなんかやったら覚えてたわ。そうなんですよ。もうちょっと痩せようかって感じなんで。いや、今はですね、なんか YouTube をこの間から始めて、はいはい、ダイエット企画で、はい、私今全然あの普通に会社員5年間してて、はい、もういきなりちょっと人生変えちゃったんで、今お金なくて全然。あ、じゃあ勝手に痩せるじゃん。いや、違うんですよ。違う。それが違うのか。で、あの今天からの声っていう設定の YouTube の上の方と10キロ痩せなかった、15キロ痩せなかったら10万罰金企画をしてまして、頑張ってダイエット中です。すごいな、はい、なんか山里みたいな感じ。天からの声。そうです、そうです。今いろんな YouTube 企画をやるのね。はい、はい、そういうのを今取り組んでます。はい、はい、なんか他にありますか？あ、そうですね、私が、実家っていうか家が飲食業で自営業してまして、はい、あと、もともと5年半ぐらいの会社員の経験もあって、まあ、その飲食店さんだったり会社員さんの気持ちとかも分かるというところから、ちょっと私政治とかにも結構興味があったんですね。で、この CM 見た時にこれだと思ってしびれて、はい、エントリーさせていただいたんで、はい、はい、ぜひ頑張ります。中野だから中野駅とか、まあ、中野いっぱいあるんで、はい、駅前立つ予定。あ、もう全然立ちます。はい、あの、うん、高野さんだけで言ってるわけじゃないですけど、皆さんね、駅前とかで見かけたら、はい、ぜひあのお声掛けしてあげてください。ということで、はい、いいですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。これぐらいのペースでいかない、いかねえもんな。はい、よろしくどうぞ。政治家女子48党へようこそ。すごいな、みんな打ち合わせもするとこれ一発撮りなんですけど。一発でございますね。はじめまして。はじめまして。でいいですよね。はい、何回かお会いしてるんですけど。見てはくれてる、はい。はい。北海道からですよね。北海道から、はい、参りました。北海道、北海道って北北海道市、東北海道市。はい、北海道北広島市というのが。あ、違う。北広島市だね、はい。広島市の人が北海道に移民してるから北広島市って感じのかな。はい、その通りでございます。よく知ってる、はい。結構だって都会だよな、ね。まあ、首都瀬と、はい、札幌の間、札幌の間のイメージ。はい、電車乗ってたら見るから。あ、なるほど。今日はるばる、はるばる。はるばる来ました。あの、どうぞ自己紹介。はい、はい、私ですね、あの福原シルビと申しまして、今子供4人育てております。そしてあの企業 の, あのコンサルティングもしておりまして、あのママがですね、子育てしながらでも自己実現ができるっていうことをあのサポートしたいなと思っていて、それを市という単位でですね行えたらすごく活性化して、あの本当ママも笑顔になって、子供も笑顔になって、そしてさらにあの少子化というか、さらに子供も増えていってっていう、あのいいあの輪を広げたいなと、はい、思っております。さすがお母さん。はい、いや、もうな 何を言うこともなく、やっぱりでもすごいですね。でも本当こういう女性、女の人とか女性がね、市議会議員をやるっていうのはすごく僕あのいいと思います。本当に僕みたいな一人暮らしのおっさんが市議会議員やっても分からんのですよ。本当にゴミどうするとか、もうゴミの分別なんか何でもいいです。分別なんかせんでええやんとか、はい、あのもう粗大ゴミとかももうなんか取りに来てくれたらええのになとか勝手にいろと思ったりするんですけど、はい、子供のことなんか分からないんで、むしろ応援とか分からないんで、はい、北海道だったら雪の問題とかもいろいろあるんですかね。雪、本当に去年とか大雪だったんで、もうとんでもない交通渋滞になったりとか、やっぱりそういう雪の状態をすぐさま、ね、解決できるような設備、インフラ設備を持って、あの屋根の雪下ろしとかも、はい、高齢者のところにとか行ったりとかしてるんですかね。あ、そういうのやっぱりあるみたいですし、なんかね、雪国独特のまたそういうサービスがあるのかな。かもしれません。そうですね、まあ、便利屋さんとかシルバーボランティアとかそれなんですけど、そうですね、昼間だからお弁当作ってて、夜とか、はい、暇の時は近所の雪下ろしに行ってるとかっていう人も、うん、この間
どこだったかな、北海道行った時に言ってましたね。そうですね。その方も子供5人いるって言いました。はい、すごいたくましい、はい、うん、ということで、北広島市の福原シルビでございました。シルビさん素晴らしい、ありがとうございました、はい、どうもよろしくお願いします。はい、すごいな、シルビさん、シルビさん、はい、日本人、日本人、シルビさん、どうぞ。はい、どうぞ。はい、お願いします。政治家女子48党へようこそ。ちょっとかぶらかったね。ちゅうか、みんななんか言ってたのに、全然いいね、それで。なんかほんまにアイドルやね、喋り方が。政治家女子48党へようこそ。いや、別にこちょこってるわけじゃないけど、アイドルっぽいね。アイドルしてる。いや、アイドルオタクで看護師してます、今。アイドルオタクっていうのは、はい、見る側っていうか応援する側。あ、もうはい、めっちゃペンライト振り行ってる。あ、そのアイドルオタクっていうのは対象は男性なの、女性なの？あ、女性。あ、はい、今言って。あ、自分が応援してるアイドル側に今回なろうとしてる。いいですか？いやいやいや、いやいや、もちろんあのいいですけど、いいですけどって、まあ、アイドルは自称でいけるんでね。はい、あのね、これ。でもそういう意味じゃ政治家とアイドル金、まあ、あの合体したらすごいと思う。そういえばまだ当主は来てないよね、そういうね、はい、場所どこでしたかね。墨田区、はい、墨田区といえば錦糸町とかかな。あ、はい、あの、はい、仕上げがあって、はい、あのスカイツリーがある。そうですね、はい、あ、スカイツリー、まあ、かわいいな、スカイツリーがあるんだから、そのキャラにスカイツリーがあったから。やばいやばい。いやいや、全然いいと思います。あの、え、お仕事何してるんですか？あ、看護師と、あとライバーもやってます。 あ、はい、ライバーっていうんだ、はい、ライバーっていうのは17。あ、はい、そうです。あ、分かってる、俺偉いわ、知ってるし。ライバーで17って分かるのはまあまあやね、はい、はい、いっぱいだから、あの丸い白いやつで顔を照らしてやってる感じ。あ、そうです、リングライト、ね、リングライトやね。いや、何でも知ってる国先生と当主でございました。ということで、墨田区、お名前。市川樹奈です。市川樹奈さんね、はい、あと言い残したことある？大丈夫、頑張ります。うわ、いいね。さあ、アイドルだと思います。ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。アイドルじゃないのに応援してる人ね、すごい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。これがアイドルのあれだよな、ノリだよな。はい、どうも。はい、よろしくお願いします。政治家女子48党へようこそ。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。どうぞ、はい、自己紹介。はい、ありがとうございます。はい、私は芸名で水沢海という名前でやってたんですけれども、今日から本名の竹上かなみで、品川区から参戦させていただきました。いい言葉やね、品川区から参戦。さすがやね。いや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 、多分いいね、はい、その立候補予定してますがじゃなくて、はい、参戦だもんね。しし、昔の言い方だと出馬なの、はい、あ、出馬ですか。いや、でも参戦でいいと思う、はい、なんかかっこいいよね、参戦、はい、で、何をしてはるんですか、その、はい、今は芸能活動を主にしておりまして、はい、再現 VTR とか CM とか広告に載ったりはさせていただいております。はい、それなんか事務所に入ってるってこと？あ、そうです、事務所に入らせていただいてまして、いきなり冒頭に再現 VTR の、あの医者の愛人役っていうのをやらせていただいて、六股のお医者さんの愛人役が一番。そういう再現 VTR ね、昔の小前でちょうだい。あ、違います。あ、それは違うやん。ワールドミステリーみたいな。え、それテレビに出てる？あ、そうです、再現なので。あとはライブ配信をいただいてます、ね。え、それはさっき言った17。あ、そうです、17ライブやってます。17ライブね、女の子はやっぱり17の。でも17って逆に、はい、僕たちはやっぱり YouTube とか TikTok ってイメージだけど、17は17で独特の。あ、そうですね、17は結構やっぱりリスナーさんがこう一人世帯の方がすごい多いというか、なのでそういった方にも発信できたりとか。なんかこう17イコールなんかお金持ってるとか外国のイメージあるけど。結構すごいですよね。17ってただ厳しいでしょ、だから配信中に飲み食いしたいかんとかですよね、はい、あ、でも多分飲み食いは良くなったんですけど、だいたい画面に外れて飲んだりっていうのは結構あって。あ、なるほどね、はい、17はやったことないけど、女の子はそういうのね、めっちゃ儲かるって話も聞いたことがあるんで。あ、結構、はい、はい、他は何か
きたいこと。はい、私は本当に芸能活動をしてたんですけども、やりたいことをやりたいと思って今回チャンスだと思って挑戦させていただきました。私は若いので政治のことはまだ分かっていませんが、そういった方々に私から、お伝えできるようにぜひ挑戦だと思ってチャレンジしてまいりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。品川区のもちろんため品川区の竹上かなみです、はい、よろしくお願いします。皆さん駅前だったら声かけしてあげてください、はい、お願いします。はい、はい、ごめんなさい、ちょっと YouTube 撮影中なので声だけちょっと小さめで、ちょっとごめんなさい、お願いします。はい、続いてどうぞ。全然抜けてもらって下に喫茶というのもありますけどね。はい、こしょこしょ話ぐらいで全然大丈夫なんですけど、ちょっと声だけ黙れ言ってるわけだから、すいません。はい、じゃあ行きます。行きます。はい、はい、政治家女子48党へようこそ。これまあまあ言えるね。はい、どうぞ。はい、千葉市中央区から立候補予定の榎本と申します。榎本亜美です。亜美ちゃん、はい、はい、お願いします。中央区で千葉市ね、はい、千葉市だけはちょっと早い、厳しいんだけど、まあ頑張りましょう、はいはい、逆に千葉市だけはね、3月末からのスタートで、皆さん逆に応援に来てくれるとは思いますので、はい、他どうぞ自己紹介とかアピール。はい、アピール。はい、私今介護事業を営んでおります。営んでいる、経営してて。お、かっこいい。はい、今3年目になりました。で、いつもは中型のバイクで6時から訪問をしています。へえ、はい、何乗ってるんですか。スカイウェーブ。あ、それはスクーター。スクーターです、はい。なるほど。でもヘルメットかぶる、まあ、そうか、今 50cc のヘルメットかぶるけど、それで回ってるんですか。ご自宅にこういわゆるデイサービスみたいな感じじゃなくて、各お宅に、はい、ご訪問して介護サービスを提供して、うん、次のお宅に回ってる。あ、現場でやるっていう。そうですね、はい、背中吹いたらそういうこと。そうです、ね、すごいな、はい、めっちゃなんか政治家みたいな。はい、そういう現場の声をそのまま。はい、で今日は利用者様とか、はい、仲間とかがいつも230時間ぐらいその活動っていうのを実動しているんですけど、はい、それを仲間が協力してくれて、この時間を。ああ、なるほど。利用者さんとかが協力してくれて。いやいや、それそれすいません、はい。この活動、本当にもう政治家の証券との活動にご協力を陰でやっていただいている皆さん、ありがとうございます。知人も立花さんにお会いしたことがあるということで、一応ね、千葉県がうちの党の、はい、一応メインの場所なので、はいはい、僕に会ったことがある人、ありがとうございます。いいですか、と。はい、すいません。はい、じゃあよろしくどうぞ、はい、千葉市の中央区で立候補予定の名前も。榎本亜美と申します。榎本亜美さんです、はい。よろしくどうぞ。ありがとうございます。はい。はい。さあ、このペースで頑張るで。まだ15人ぐらいな。どうぞ。はいはい、いいですよ。はい、最後、政治家女子48党へようこそ。行ってみたかった。でも全然これ俺あんまり構へんなと思いながら。ナイスです。はい、ありがとうございます。ご紹介どうぞ。青梅市から立候補する熊本愛です。よろしくお願いします。あ、お母さんと一緒に。はい、そうです。お母さんが見つけて。あ、お母さんが見つけてくれたんだ。お母さんが立花さんのことが大好きで。あ、そういうことか。毎日ずっとチャンネルを見てて、こうやってみないっていうのを最終日の日に言ってきて、今言うみたいな。だってお母さんと青梅の席を争ったんや。青梅市の立候補の席を2人で争った結果、まあ、青汁王子と DJ マル君と山本真央ちゃんの審査で残念ながらお母さんは落選。妹さんの代表と娘さんの応援をすると。妹さんからっていうぐらいお母さんの若い感じがしましたけど、ね、青梅市って遠くない？ここから遠いんですけど、でも結局青梅から秋島か、そのなんか遊ぶ場所って結局秋島、立川、新宿ってなって、ああ、はい、でどう一個行くってなると、やっぱ友達とかを考えると、ずっと青梅に住んでるんですけど、ああ、はい、友達とどこ行く、何する、がやっぱり新宿だったり、吉祥寺だったりってなってくるので。新宿までどれぐらいかかるの？1時間。あ、でも1時間ぐらいかしら、はい、なるほど。そこをやっぱりもうちょっと活性化したいなと思いますし、バスも今私が一番困ってるのが、駅に行くのは1時間に1本しかバスがないので、きついです。え
だ, だから青梅の中でもちょっと田舎の方って感じだよね、はい、そうすると。そうです。あ、でもすごくケース電気だったりスーパーが3つぐらいあるところに住んではいるので。なるほど。自然品が安いケース電気。はい、そうです。そういうなんかところにいるので。え、もうちょっと行ったら檜原村とかそういうのがあるの？いや、そこまでじゃないです。青梅市って全然わかんない。青梅市の本当に羽村寄りなので。あ、なるほど。じゃあ、立ってる駅は大崎駅。基地とかがあるの？アメリカに。結構。あれはフッサです。あの飛行機、その米軍のあれがうるさいとかではない？あ、ないです。ちょっとね、ごめんなさい、僕もちょっと多摩川の方の多摩地区のあれが分かってないんですけど、青梅市の皆さん、駅前で活動する予定はあります、あるということで、ぜひ見かけたら声掛けしてあげてください。あとはぜひ私のチャンネルも、はい、あのできるだけあの僕がやるのしんどいですけど、はい、皆さんのツイッターとかその辺は、はい、あのおいおい説明欄の方にバンバン貼っていくようにしますので、はい、とりあえずアップロードだけしようと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。ぜひ、はい、にゃんちゃんワールド検索お願いします。にゃんちゃんワールド、はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。にゃんちゃんワールド、もうまだでもこれぐらいもな。はい、よろしくどうぞお願いします。政治家女子48党へようこそ。初めましてだから。初めまして。初めまして。あ、だから写真で見たことがあるからか。どちらですか？東山市の立候補予定の小山ちなんです。ああ、小山さん、あのどっちかというと写真はあのカジュアルっぽい感じだったよね。あ、そうです、そうです。なんかもう私は東大和市から以外は絶対出ないぞっていう強い指導者をして、なんかそのイメージと全然違うわ。そうですか。仕事は何してあるの？仕事は飲食です。お、なんか家の2階に親のすねかじってるイメージがあったんやけど、それは何？いや、分からない。なんかもう私は移動もしないし、この町で東大和市でずっと生き続けるんだみたいな感じがした。はい、まだ住んで1年ぐらい。あ、そうなんだ。それが一人暮らしですか？あ、そうです、そうです。あ、全然俺だってこの町に住み続ける感じのあれがしたから。あ、地元は隣の武蔵村山市に住んでます。はい、名前だと武蔵に、え、武蔵村山、武蔵村山ね。あ、はい、東村山ですね。はい、はい、いや、あの、全然アピールしてください。あの、駅はどこがあるんですか？東大和市駅っていうのがあって、それは西武です。何？西武拝島線。なるほど、はい、ね、駅前に立つ予定はありますか？あります。あります。お声掛けしてあげてください。はい、これあの全然ふざけたこと言いました。全然だからイメージが、だって写真はなんか T シャツが着てなかった。え、 T シャツ、長袖みたいな、長袖みたいな感じ。服でした、ね、そう、もうなんかやる気がなさそうだよなと思いながら。え、そうね、やる気がなさそうな感じがすごく良くて、なんかカジュアルっぽいのがなんかまあいいかなみたいな。はい、軽くやってみました。はい、もう全然そういう感じで、はい、ぜひね。あ、1個じゃあ、もちろんどうぞ。はい、いいですか？もちろん。あの、東大和市に住んで1年半くらいなんですけど、なんかめっちゃ東大和の人優しいなって思ったことがあって、それがあの、お家が2階なんですけど洗濯物をたまに飛ばすんですよ。したらなんか帰ってきたら、あの下のポストになんかハンガーでかけてくれてるとか、もう2、3回ぐらいあって、なんて優しい市の人たちと思って、ありがとうございます。ということで、はい、落とした洗濯物がハンガーにかかって、ポストにかかる町、東村山市より挑戦します。優しい。さすがやね。ありがとうございます。この辺はうまいね。素晴らしいエピソード、最高ですね。ということで皆さん、小山さん。はい、小山ちなみです。はい、あ、インスタあります。はい、後でまた貼っときます。すみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。さり方がね。はい、どうぞ。どうぞ。はい、お願いします。はい、お願いします。ちょっとだけこれ。あるる、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。どうも、はじめまして。はい。いろいろ電話で、ご迷惑というか。うん、うん、うん。じゃ、入りましょう。はい。政治家女子48党へようこそ。めっちゃ元気やね。ということで、お名前どうぞ、自己紹介を。はい、はい、世田谷区より立候補します、吉川はすみんと申します。よろしくお願いします。はすみんさん、はい、そうです。日本人やって書いてましたね。ちゃんと日本人です、はい、っていうか、自衛隊
兵隊ですか。そうですね、自衛官。何してたんですか、自衛隊で。防衛医科大学校というところを、防衛省がやってる大学なので、そこを卒業して、警察でいうエリートコースに。ああ、そうなの。はい、なって、はい、で自衛隊病院で、3年ほど勤めて、ややいろんなことを経験し、ちょっと違う褒めで。なるほど、なるほど、はい、あの、で、ね、言いたいことがあったら言ったし、言いたくなければちょっとどうしよう。はい、そうですね、今はその退職した後は風俗業界と、あと AV 業界、はい、すごい。でもその自衛官から、国を守る自衛官から、風俗とか AV っていうのはなんかこう360度ぐらい違うんだよね。もうぐるっと回ってる感じだよね。変わりましたね。でも時代を感じるね。そうですね、俺がこの20代の頃なんていうのは、なかなかそういう風俗とか AV とかっていうのを多分言うっていう文化がなかったからね。そうですね、私も、今日こうやって言うにあたって、親には縁を切ってくれと電話で頼んでまいりました。すごいね、縁を切ってくれと頼むっていうところに縁の深さを感じる。いやでも本当に3年前に DJ 社長に最初に会った時に、なんか DJ 社長が喜ぶの今から来るからって言ったら、AV の女の子なんやったかな、一番有名な三上あゆあさんじゃなくて、アスカキララですかって言うから、AV やん、そんなのいたんやと思ったのが、俺のだから AV 女優さんに関しての、あ、DJ 社長って、っていうか、そういう時代やねんなと思って、来たのは青汁王子じゃないけどね、その時。はい、そう、もう昨日も青汁から電話かかっていて、DJ 社長もトランジット中に電話があり、ホリエモンからラインが来、俺やっぱすごいなとちょっと思ったりはしながら、ガーシーとも喋り、はい、でもそんな僕はもう全然職業に対しての偏見とか差別とか全然ないので。有権者の方はいろいろとあると思いますけど、そんなことはあまり気にする人は気にしてほっとけばいいですし、そこはもう自分の道を何も他人に迷惑かけてるわけじゃないと思うので、世田谷区だよね。世田谷は日本で一番大きな市区町村でいうと一番大きな、90万人ぐらいいるんじゃないかな、有権者だけで。92万人弱ほど、ね、もう選挙の時はね、80人ぐらいの、もう普通は3階建てなんだけど、ちょっと大きなところで4階なんだけど、世田谷は5階建てだから、5段目なんて張られへんぐらい、もう世田谷がね、一番その毎回そのたくさんの候補者が乗せたのが世田谷だ、ね。駅も大きな駅がなくて小さい駅がいっぱいあるっていうのが世田谷のポイントなので、ぜひ寒いですけどね、いろんな駅に立って、世田谷区民の皆さんにアピールしてください。頑張ります。はい、何かあります？私自身、人の役に立つことが大好きだったので、風俗業界でも、AV 業界でも、とても、自分なりに全力を尽くしてやってきたつもりです。私が見たこと、感じたことを、皆様にお伝えしながら、若者や、女性の方の意見が通る、そんな社会にしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。よく考えたら、防衛自衛官から、今それやめて、今風俗と AV でしょ。当選してもこれを続ける、風俗と AV は、そうですね、風俗業界も続けてほしいけどね。そうですね、続けるつもりで、今は自分でその ED ので困ってる男性向けに、ちょっと事業ができないかといろいろ模索して、マネタイズとかいろいろ考えてる段階で、ついいと思いますね。はい、人の役に立ちたいなと。ぜひともね、別に区議会議員を専従しなくていいので、いろんなことをしながら僕は政治家やった方が広がりがあると思うんでね。はい、長くなりましたが終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、次どうぞ。これで5時半に終わるかな。いけるやろね、これぐらい。もう結構半ぐらい終わってるのかな。いいや、行こう。はい、政治家女子48党へようこそ。息がぴったり合いました。初めまして。はい、自己紹介お願いします。八王子市から立候補予定の小林真衣と申します。はい、八王子、ね、小林さん、なんか電話で結構話してた気がする、結構ね、
電話でね、八王子いいんじゃないかっていう話で、はい、わかりました。あの、どうぞ自己紹介とか自己アピールしてください。はい、はい、普段は栄養士でお仕事をしていて、現在も音楽活動で、いろんなライブハウスで歌ったりとか、あとはファッションショーでランウェイモデルとかをしております。モデルと歌手ってこと？はい、メインは音楽でやっていて、はい、インスタでお事務所さんからモデルやりませんかってお声掛けいただいて、まあ、モデルもついでにっていう感じで、なんか一般的な、へえすごいなって感じだよ。なんかもうちょっとなんかインパクトあることない？インパクト、なんか、そうですね、私最近やった面白いエピソード、最近やった面白いエピソードで、なんとめちゃ無理やね。普段、栄養士でお仕事してて、はい、なんだろう、なんだろう、いいですね。これが、僕ね、毎日いろんなことがあるから、朝起きたら、ガシが固くそう酒やとかね、もうなんか毎日暴れてもいろんなことがありすぎて、でも、きっとね、これ皆さん楽しい、まあ、この雰囲気感じて分かってると思う、分かってもらえると思うんですけど、とにかく我々っていうかね、楽しく、明るく、もう、とにかくやろうっていうのが、基本的な考え方です。はい。ということでエピソードのないお名前どうぞ。八王子市の小林舞です。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、いいね、エピソードのない、エピソードがないことがエピソード。はい、どうぞ。はい、どうぞ、いきましょう。はい、はい、お願いします。政治家女子OTN の党へようこそ。いいね、ありがとうございます。ナイスナイス。いやもう笑顔が素敵な、はい、どうぞ自己紹介。はい、京都府八幡市から立候補予定の大河原しおりと申します、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そうだね、中村、はい、のりこさんの生まれ故郷かな、はい、はいはい、確か妊娠されてるんだね。そうです。あ、はい、それで電話で思い出しましたね。その電話のおかげで立候補させていただいて、あ、なんか噂によるとっていうか、妹さんかお姉さんもなんか、はい、ちょっとお姉さんか妹さんは熊本市なんで、ちょっと厳しいかなというのがあって、はい、はい、代表してお姉さんの方が、はい、はい、いや京都府、はい、八幡市か、はい、ずっと八幡に住んでらっしゃるんですか、それとも、あ、なるほど。でね、昨日ずっと構わないですよ、はい、なんか最近あったエピソードは、本当に妊娠して、はい、初めての妊娠なので、はい、いろいろ生活する中で思うことがいっぱいあったりとか、うん、あとは今ですね、現在お肌のお手入れのお仕事をしてまして、そこからトータルビューティーを、女性をこう輝かしていきたいなっていうお仕事をしてまして、でその仕事の中でやっぱこの政治家女子48とってなった時に、こうやっぱ会社の中でこう女性たちに思うことと、世間でもっと活躍してほしいなとか、もっと妊婦さんに優しい社会にしてほしい、行きたいなっていう思いがちょっとピタッとマッチしたので、最近あった面白いエピソードというか、エピソードもこれに出るっていう、いや、いいことだよね。まあね、本当そうやってこの政治家女子48党のこのプロジェクトを楽しんでもらうのが一番、はい、本当にきっかけがあったからこそ、自分が立候補させてもらうとか全然思ってなかったので、あ、電話させてもらってよかったです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。もうなんかね、橘がいるっていうだけで皆さん怖いと思ってるかもしれないですけど、いや、全然、いや、僕は多分テレビが取り上げてる橘さんは全然違うので、多分、はい、はい、全然そんなイメージなかった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、私の大川原しおりです。はい、しおりさん、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、どうも、こんにちは。こんにちは。はい。政治家女子48党へようこそ。息ぴったり、完璧。なんか髪の毛、はい、この色やな。この色です、ずっと。そうか、はい、俺見たのあれ、カツラか。あ、そうです、カツラです。なんか、応募の写真、初めてお会いするんですけど、応募の写真が何か、ちょっと、そうです、ね、ちょっと紫のコスプレちょっとさせていただいて、ね、目立つ感じで、キャバクラです、
あ、キャバクラ、はいはい、痛い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 ね、はい、まあ、こういうね、初めて、本当今初めて喋るんですけど、はい、なんかで、関西、いや関西じゃないんですけど、ね、お笑いちょっと、あ、お笑い目指してて、高校生の時にちょっと名古屋吉本だけはちょっとだけ行きしていただきます、はい、すごいね。え、どこでした？高校生予定地、愛知県高浜市に、はい、高浜市ね、はい、はい、よく、はい、原爆、あ、原発わかるとこかな、高浜市、あ、そうなんですよ、あれは高浜か、高浜原発、あ、じゃあ違うね、はい、愛知県の高浜市です、高浜市、あ、ごめんなさい、学がないんで愛知県って言ったらどの辺にだろう、その右側、いわゆる東側とか西側とかで言うと愛知県って、愛知県だよね、愛知県、名古屋の下っていうんですか、なんて言ったらいい、南側、あ、そう、これ結構いろいろとその地名とか詳しいんだけど、じゃあ東名高速とか通ってないところってことですか、あ、でも、あ、刈谷ハイウェイオアシスというちょっと人気の、いやいや、刈谷してるよ、めちゃくちゃでかい観覧車だろ、めちゃくちゃでかい観覧車と、あれは刈谷市じゃなくて高浜市の中に刈谷ってことだ、あ、それで分かりました、はい、ということにさせていただいて、あ、させていただいてで、お笑い何してたの、ピン芸人とか、いや、コンビでやってたんですけど、それは漫才をやらせていただいたんですけど、ちょっと高校生の時にちょっと憧れてやってたんですけど、結局介護の道にいわゆる NSC みたいな感じで始めた、あ、そうです、そうです、NSC でちょっとだけ、あの、すごいね、やっぱりちょっとほんと喋るだけで感じがしたもん、あ、本当ですか、いやいや、だって明らかにツッコミがもう波長がもう、いや、波長がもう完全にこの人笑い気やなと思って嬉しい、いやいや、で、今、介護士、はい、介護士を、介護士さん、はい、ね、ということで、ちょっとね、はいはい、首都圏から離れてて、そうですね、寂しいかもしれませんが、寂しいですけど、はい、駅前とか栄えてるの、まあ、なかなか厳しい、厳しいですね、駅前だってもなかなか、そうですね、はい、なので、はい、行動で、はい、ぜひ、ね、まあ、このプロジェクトを本当参加いただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、楽しんでいきましょう、はい、よろしくお願いします、ということで、高浜市の皆さん、はい、よろしくお願いいたします、最後の名前、はい、福岡里香です、よろしくお願いします、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうぞ、はい、お願いします、はい、ここでね、はい、政治家女子48党へようこそ、これ本当うまく一発ですね、はい、どうも、はい、はい、どうぞ、はい、はじめまして、愛知県豊川市の、あ、愛知県、続くね、はい、はい、豊川市から立候補予定の小山下愛です、よろしくお願いします、あ、小山さんか山下さんかの小山下さんね、小山下です、はい、ね、あ、何度も電話もらってたね、そういえば、はい、いや、全然いいです、ね、あの NHK 党から出るのかどうのっていう話で、あ、それは初めまして、初めましてですよね、初めましてです、はい、すいません、もう、いや、全然もう、はい、だからもう、あの、どうぞ自己紹介してください、はい、最近やったエピソードでもいいですよ、エピソードいやいや、人生で一番感動したこと何でもいいですよ、はい、すぐに出てこないですけど、今はめちゃくちゃでも感動してます、あ、すごい、立花さん、立花に会ったことがね、はい、それはありがたい話だね、すごい、あの、行動力のある方だなって YouTube で見てて思ってたので、ありがとうございます、はい、まあ、NHK 党推しですし、はい、はい、ありがとうございます、もうね、確かに行動力の塊かもしれない、もうすぐ56歳なんでね、クソジジイなんですが、はい、はい、え、いつから知ってくれてたんですか、結構前から旦那さんの影響で知るようになったんですけど、ね、大体僕はそうなんですよね、はい、いい旦那さんですよね、はい、すごい、もっと YouTube 出るために出たよとか言って、あ、いや、早くそう、橘隆の YouTube チャンネル出たって旦那さんがあれ、ね、すごい喜ばれてます、ね、見てますか、あ、見てますか、だし、ということで、豊川市、豊川市なんです、川と田んぼが違うね。あれ隣ですか？隣ではない。豊橋市も隣に豊川市があるので。橋と川と田んぼがあるんだね。一番もしかしたらちょっと近いでないかもしれないですけど。ということで豊川市の小山下さん。はい、小山下です。これは覚えやすい。覚えやすいですか？いや、小山か山下かっていう。そうですね。ね、小山下でございます。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、ちょっとずつちょっとずつ離れてくれ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 、フレーマークしていい、俺がこう寄っていってるんだ
立花さんの圧が強いの分かる。頑張ってその圧にちょっと大丈夫。どうぞ、はい、こっちにこっちで、はい、もう半分お願いします。はい、はい、政治家女子48党へようこそ。アミーナ本当危な。はじめまして。はじめましてですよね。はい、どうぞ自己紹介してください。東京都大田区から立候補予定の片桐千秋です。ライバーの人か。あ、そうです。はい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 、ちあ、もちろん本名なんですよね。はい、片桐千秋さんがね、はい、ライバーいわゆる YouTuber じゃなくて、はい、ライブ配信。ライブ配信、何をメインにしてるんですか。ポコちゃん。ポコちゃん聞いたことあるけど CM でしかないわ。あ、その投げ銭機能とかがある。同じです。投げ銭で。あ、もうフワッチとかと同じ。まあ、あ、なるほどね。ポコちゃん聞いたことあるけど見たことないわ。ポコちゃん以外やったことあります？いろいろやったことあるんです。そのニコ生とか。それが一番稼げました。ああ、なるほど。いやいや全然いいんですよ。ポコちゃん ついていけてないわ。で、なんか他に言いたこととかありますか。最近やったエピソードでもいいし、自分の推し売りとか。はい、ポコチャっていうアプリって、はい、結構いろんなイベントがあって、で今私渋谷 の、はい、あのセンター街で私の映像が流れてるんですけど。お、すごい。それの映像を撮るときに、あの立花さんが NHK をぶっ壊すの、これが言えないように流すというやつだったので、NHK。あ、最後ね、あの切れる、あの5分30秒だから、あえて5分28秒ぐらいに NHK よって終わるやつね。はいはい、それを真似したんですけど、はい、あの NHK やったらあのダメですって思われちゃって。そう、 NHK のボスは NG ワードなので、はい、なので、あの、はい、見てください。自分のやつが決めて流れてます。ポコちゃん、頼むでポコちゃん。ごめん。ダメだそうです。はい、ということで他何かありますか。大丈夫ですか。はい、京急蒲田駅で毎日立っていますので。お、すごいすごい。ぜひ、はい、京急蒲田駅にずっと立ち続けようとしてる。こっちは JR の方が来ない。一個に決めようかなと思った。あ、なるほど。いや全然構わないんだけど、まあ、大田区はだって近いでしょ。あれ、京急のね、こっちの蒲田駅がね。いや、まあそれで京急蒲田駅がメインらしいです。ぜひ、はい、お声掛けしてあげてください。以上です。ありがとうございます。はい、はい、OK です。どうぞ。これちゃんと大丈夫やな。はい、いや、メモリされてるやろな。